友近のサタデーミュージックボックス。お願いします。まあ嬉しい。君はバラエル美しい,い,いですよね。ほんと、布明さんのあの声量ね。はい。では早速、私のためにリクエストしてくださった曲。布施明さんの君はバラエル美しいです。どうぞ。そして、こちら、もう一方。味噌地のひーちゃんからいただきました。友近さん。 のことを友達とよく会話にしているんですよということでありがとうございます。LINE スタンプは水谷千恵子さんがお気に入りで何かあればすぐキーポンシャイニングを送っています。ありがたいですね。えー、私は北海道に住んでいるんですが、ぜひ北海道にたくさん来てください。いつか本物の友近さんに会うのが夢です。そしてお誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてください。キーポンシャイニングということでね。ありがとうございます。8月2日で43歳になりましてね。 ちょうどあの8月の1、2、3と、実家の愛媛で仕事してたんですよ。 だから、地元で誕生会を開いていただいたりとか、お友達とか、まあ、家族とね、えー、一緒にご飯とか食べれたんで、しかも私の大好きなめいこちゃん、そしてま、姉の方も熊本から帰ってきてましたからね、ワイワイとみんなで楽しくやりましたよ。1日の日は、私がもともと愛媛にいた頃にテレビ愛媛っていうところでお世話になってたんですけど、まあ、フリーだったんでいろんな局では仕事してたんですけど、一番最後長くずっと、あの、テレビ出してもらってたのがテレビ愛媛という富士テレビ系列なんですけどね、 ま、そこの、あの、なんか良かったスタッフさんとかとご飯食べに行って。で、やっぱね、毎回愛媛に帰るたびに思うんですけど、新しいお店がいっぱいできてるんですよね。まあ、それが洋服屋にしてもそうですけど、食べ物がね、やっぱ入れ替わりが激しい。私が学生の頃行ってた頃の居酒屋もまだ残ってはいるんですが、やっぱりね、あのー、飲み屋街の界隈はね、1年とか2年で潰れていく店も多いみたいで、で、また新しい店ができてっていう。 今回私が行った店も3年か4年前ぐらいにできた店なのかなめちゃくちゃ美味しい鉄板焼きのお店でしてね。私もかなり東京の方とか大阪の方で美味しいお店っていうのは紹介してもらったり自分で開拓して行ってるんですけど、それに負けないぐらい美味しかった。しかも値段がそれの半分でしょ。で、海の幸が美味しいから、もう鉄板焼きにしても何でも美味しいわけですよ、素材がいいから。で、私がね、嬉しかったのが、愛媛の今治。あの、バリーさんで有名なね、ゆるキャラの。 で、今治タオルで有名。今も島並海道とかも、本当に世界からのお客さんも多いとこなんですけど、その今治といえば、焼き鳥が有名なの皆さんご存知でしたかね焼き鳥は焼き鳥でもね、鉄板で焼く皮焼きっていうのは有名で、まあ皮焼きっていうのはね、焼き鳥屋さんにはあると思うんですけど、その今治は鉄板でじゅーっと押しつぶして焼くんですよ。なので、こう水分がちょっと飛んで、パリッとなったりとか、まあ、パリッとしないままの、 状態のもあるんですけど、そこに特製の甘いタレを絡めて食べるんですけどね。それがむちゃくちゃ美味しいから、もっと全国的に有名になってもいいんですけどね。あの、川焼き今治の。で、今治っていうのが松山からだいたい車で50分ぐらいで。 で、まあ、お酒でも飲もうかってなったら、なかなかもう車では行けないのでね、みんなで電車で行って、か焼きを食べに行くみたいなことやってましたけど、その、今回私が8月1日に愛媛帰った時に、松山の繁華街でも家から近いところにね、その今治のか焼きが食べれるお店があったんですよ。それを見つけて、まあ、焼き専門店じゃない鉄板焼きの店なんですけども、こらえばということで、だいたい5人で行って、 一人一皿は絶対あるけど、まあ、6人前か7人前、鶏皮だけでも頼むぐらい美味しいですよ。それぜひ皆さん、愛媛行った時に何か食べ物ない、みかん、じゃこてん、あとタイ飯以外なんかないって、私は絶対にこの鶏の皮焼きを勧めるんで、えー、夏休みとかね、まだ8月30日、31日ぐらいまであるんですかね、夏休みはね、学生さんは。残り少ない夏休み、ぜひ愛媛に行っていただいて、皮焼きを食べていただきたいと思います。 そして、8月2日が当日が私の誕生日だったということで、その日はね、愛媛の中四国特番っていう、中国四国地区ね、特番ってことで、私とロバートの秋山さんでね、あの、松山市内の路面電車に乗って、えー、下車して、気になったお店に入るっていうロケをしてきたんですけどね、これが面白かったですよ。秋山さんと私は、基本、やっぱりなんかのキャラになって、まあ、それが予備校の講師なのか、はたまたまあ、 倉岳史水谷千恵子さんなんていうね、コンビもありましたけれども。まあ、ユダ即興でいろんなコントをするわけですよ。けど、素の、 秋山さんと私でロケっていうのは初めてで、どうなるんだろうと思ったけど、もう関係ないですね。やっぱもう面白い人面白いから、ずっと楽しかったですね。ただやっぱりここはちょっとカツラと衣装欲しいなっていうところあったんですけど、まあもう炎天下なんか30度も超えた中で、カツラも <laughs> 服も暑いからもうこれでいいかということで、まあただもうセリフとか雰囲気だけでね、全然面白くやらせていただきましたけれどもね、ただもう私は秋山さんがすごいなと思って、43年間生きてきて、 発見したことがあったんですよ。松山。愛媛というところはどういうところか。それは秋山さんに言われて気づいたことがあったんですよ。まあいろんなお店何喧嘩行って、一日中ね。で、電車に乗って、秋山さん総評ですよ。最後に松山どうでしたかって聞いたら、思ってるよりも椅子が全部低いっていうね。これはね、私、ハッとしましたね。そういうふうに最後エンディングで喋ってる椅子もめっちゃ低かったんですよ。で、電車もやっぱ低いんですよ。 思っているよりも、一シート分かな低いんですよ。だからこれどういう意味があるのかなって。もう一段落、えっ、ー、と、リラックスしてくださいなのか。それかまあ、私もそうなんですけど、昭和体系。足が短い人が松山に多いのか。それはわかんないですけど。もっとリラックスしてくださいならいいですけどね。で、次の日、三日の日に、八月3日の日に、来年、愛媛で国体があるんですね。 まあこれは本当に私が生きている中で初めての愛媛での開催なんですけどもね。まあ吉本もそこにちょっとこう協力するってことで笑いとスポーツの融合のイベントもあったりするので、寛平さんと私が愛媛県知事を訪問して会見を行ったんですよね。で、まあ20社ぐらいいっぱい記者も来てて、知事囲んで寛平さん私が座って。 で、まあ、あの、やっぱり笑いとスポーツっていうのは本当心身ともに健康でいいことですよね、みたいな。まあ、真面目なコメントをお互いするんですけども。で、も、まあ、ある程度、まあ、言うことを言うて、じゃあ、記者さんからの質問を受け付けますって言うんですけどね、誰も手上げないんですよ。<laughs> 恥ずかしがり屋なのか、興味がないのか分かんないですけど。そうなるともう10分くらいで会見終わっちゃうからね、ね、カンペさんも私も言ってもそういうところのサービス精神はありますから、なんかこう、いらんことも言いたいし、ギャグもしたいしっていうことで。で、まあ、カンペさんは、 本当に私もそこで知ったんですけどえ、僕は普段木登りをしてますという話は永遠としだすわけですよ。<laughs> 木登りって言うてもね、普通の木登りじゃないんですよ。木から木へポンポンポンと移る。その競技を僕は今度の国体にでも取り入れてほしいぐらい今頑張って力入れてるっていう。で、カンペを探すじゃないけど、 もう全国のいろんなところの木を知り尽くしてるみたいで危なくない木を。で、そこの木を使っていいかってことで、もちろんその市とか、県とかと話し合って、そこの知事さんとか、あ、いいですよっていうことで、イベントも開催してて、どこに今カンペがおるでしょうかみたいな。本格的に猿になるつもりみたいですけどね。<laughs> ま、そんな話、国体とは関係の話して盛り上げてくれて。じゃあ私は何か言おうかなと思ったら、そういえば秋山さんが昨日椅子が低いこと言ってたなと思って。で、皆さん、あの、もう松山で住んでらっしゃる記者の方ばっかりは思いますけども、 私も初めて気づいたんですけど、秋山さんが松山の椅子っていうのは思っよりも全部低いって言ってましたけど、で、そのこと言ってる知事室の椅子もめっちゃ低かったんですよ。ほら、これ今私が座ってるのも低いんですよって言って、周り見たらカンさんもほんまや、記者らが座ってる椅子も全部低いってなって、あれはね、県庁に置いてる椅子もやっぱり全部低いってことは、もう基本全部愛媛県の椅子はそれで設定されてんちゃうかなっていう。 こいつ43年間生きてきて初めて気づきましたよ。ま、あ26歳までね、ずっと松山にいて、それも気づかなかったし、それも私自身が足が短いから、それでちょうどええと思ってたからかもしれない。これに気づいてる人が何人いるかですよ。確かに、その時行ったタイメのお店もね、学生街にある定食のお店もそうでした。全部低かった。謎。これちょっとネットで調べてみた方がいいかもしれない愛媛の人。下様はね、愛媛の四国中央市でしょ 僕も思ってました何でもいいからちょっと送ってきて、愛媛の人。誰でもいいからちょっと、僕もそう思ってました。僕の家の椅子もそうですとか、学校の椅子もそうですとか、何でもいいのでね、お寄せください。よろしくお願いします。はい。ではここで、まあ、まだまだ夏でございますから、曲を聴いていただきたいと思います。井上陽水さんで少年時代です。さあ、あの、芸能ニュースもね、いろいろ入ってきておりますけれども、もう、同郷であるスーパーフライちゃん。 スーパーフライが喉の治療で夏フェス出演中止ということで。いやー、スーパーフライが出る夏フェスは絶対行きたいでしょう。これみんなショックやね。チケット買った後にこれ発表されたらなー。でもまあ喉がもう命ですから早く万全対戦していただいてね。また歌声を聴かせていただきたいと思いますけれども。私も生でまだ聴いてないから聞きたいんですよ。あのちっちゃい150あるかないかの身長でね。ようあんな声が出るわと思うんですけど。 そして、上半期テレビ CM 出演時間。第1位が5年ぶりに上戸彩ちゃんということで、第2位が松田翔太君、3位が桐谷健太君、第4位が浜田岳君、第5位が有村架純ちゃんということでね。これみんなもう au の CM のメンバーですね。<laughs> au はあれなんであんなにバン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 、毎月 CM 撮ってるみたいですね。森三中さんが出てた時も毎月 CM 入ってますって言ってたから。 いいよね。毎月 CM 入るってことは、一回に、まあ、吉本で言うと百100万入ったとしてもね。<laughs> ええー。1200万。やったー。すごいボーナスですね。それで、まあ、吉本は100万やけど、他の事務所は1000万月に入るって考えたら1億ですよ、みなさん。ー。もう、けるな芸能人は当たったら、ほんと億万長者になりますね。 素晴らしい職業や。その代わり、まあ、人握りとは言われてますけどね。いやー。あ村かすみちゃん23歳で、23歳で1000万もらってる。すごいな楽しいやろな毎日何してんのやろ、みんな。お金持ちの人って毎日、ところジョージさん毎日何してんのやろ。 まあ私のね、いつもこのラジオではところジョージさんが一番儲けてるんちゃうか、月多分5億はもらってるっていうふうな計算を私はしてるんですけど。テレビだけで1億いくでしょグッズでしょで、車のことでしょ世田谷ベースみたいなんでしょうん、ね、CM でしょああ、まあ5億近く行ってるか。で、毎日何してんやろうな。すごいわ。どうやってお金使ったらいいかわからないですよね。そうなるとね。 あと、こんなニュース入ってますよ。日本、エレキテル連合、別居でレズ疑惑を払拭したが、解散の危機が心配されるっていう。これ、トピックスだけなんで、あの、記事読んだらなんだそういうことかってなると思うんですけども。あ、そんなこと言われてるんですか。うん。レズ疑惑なんかあったっけあそこ二人。ねえ。愛媛出身ですけどね、エレキテル連合も。あ、あ、 そうか、東村山かなんかに一緒に住んでたって言うてたけど、そこをじゃあもう出たんですか最近追うてないからあれですけどね。まあ爆笑問題さんにちょっと聞いてみようかしら。そして黒柳哲子さん、サンダーバード、新作でゲスト声優に。82歳で声優に挑戦っていうか、まあ挑戦っていうか初めてじゃないと思うんですけども、そこでまたゲストとか言ってすごいよなやっぱ黒柳さんみたいに、ずっと、 と一線活躍してる人って今どれだけいるやろねえ。やっぱ一番でしょうね、徹子さんが。毎日テレビにも出てるし、レギュラーもいっぱい持ってて。いやーすごいわ。面白いし、綺麗し。こういう人になりたいですけれども。さて、じゃあここらでちょっとチエコさん登場していただきましょうか。チエコさんお願いします。 チコのよっこいしょラジオはいどんまいちぇーこのよっこいしょラジオでございますちぇーこもあのー、夏フェスにね最近出させてもらってて今度情熱大陸の夏フェスに博士太郎ちゃんがお誘いしてくださったんで出るんだけれどもねで博士太郎ちゃんともジョインするんだけども最初あのー。 福井さんちの三姉妹を、ね、歌おうと思ったんだけどビールのスポンサーさんも入ってるからやっぱりお子さんが出るところでのビールの協賛があるっていうのはあんまりよろしくないとかいうこともあるのかもしれないからもうちょっと曲の方考えたいなと思ってでも皆さんに楽しんでもらうようなね歌をセレクションして夏フェスを皆さんで盛り上げようと思ってるから皆さん見に来ていただきたいと思いますけれども東京の夢の島公園 っていうところで、8月27日の土曜日、8月27日の土曜日に、チェコは情熱大陸の、あの、ライブに出ますから、皆さんぜひ見に来ていただきたいと思います。ではこれ。真夜中の勝手に裁判所ってコーナーやります。世間でどっちなんだろうだっていうことを、勝手に有罪か無罪かを決定するコーナーです。まず一つ目。 住宅街で野良猫に餌をあげまくるおばさん,うん。昔はこういうのって悪くないとか悪いとかって考えたことなかったんだけど、餌をやっている人ってあ、猫のこととか、鳩のこととか考えて偉いなーなんて子供心で思ってたけど、大人になるとやっぱりそれがね、そこにやっぱりまた今日も餌をくれるんじゃないかって言って集まってくるから、結局は近隣の人に迷惑かけるからダメっていうことをやっぱり大人になってわかるからさ、 子供の時にそれ聞いてたらなんで有罪なのこれがって思ってたかもしれないけど。まあ、人の迷惑を考えると、今はやっぱ有罪かもしれないわね。最近テレビ見てへんわーと特技に言ってくる人。あ、こういう人いるのわかんないけど。でも、男芸人にさ、こう、 寄ってきて、私最近とか、テレビ見てないんですとか、芸人さんあんまり知らないんですって言って、抱いてもらおうと思ってる女はいるって聞いたことあるから、そういう子には気をつけた方がいいかもしれない。ショップ店員の出口までお持ちしまーすというサービスね。まあこれは無罪か有罪かっていうと、有罪まではならないけど、すっごい短い距離だから、これだったら自分で持つわーっていうから、うん、これはあんまりそのサービスはいらないかもしれない。だって、 すっごい重いさ、壺とかさ、すずりとかを買うんならわかんない。偽物の刀とか。それだったらわかるんだけど、服なんてものはなんか軽いじゃん。それだったら自分が持つって話でね。<music> 収録現場で起こったことと違う内容をオンエアする番組。これは死刑ですねあのー、なんちゃらダービー。これダメですよ。これは本当にね、あの死刑だと思う。 温泉で駆け寄せずに、イブねにまず入るし、これは、えっと、有罪です。道頓堀に乱立しだしたたこ焼き屋。これは別にいいんじゃない我も我もっていう、こういう競争だから、商売したんでしょ、みんな。見出しと内容が全然違うネットニュース。まあ、これは、あの、そういう手でやって、それで食べていってんだから仕方ないと思う。 海水浴場で水着の上に T シャツを着たまま海に入るうばん。これはいいわよ、別に。プールだったらダメかもしれないけど、そういうのを断りで。海だったら別に、その中でおしっこもうんこもしてる人いるんだからもういいんじゃない別に。はい。ということで、真夜中の勝手に裁判所でした。では、ここで一曲聴いていただきましょう。シャネルズちゃんで、ランナウェイです。 さあじゃあ今月の一曲を聴きながらね、今日はお別れしたいと思います。三岡翔太ちゃんで、星影の里です。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。